ファンドマンの日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。同じく取締役の伊達です。取締役の中野です。取締役の蔡です。まあ、じゃあさっきクレヨンしんちゃんの話が出ましたけど、皆さんなんか季節ごとにこれやるみたいなのってあったりしますか？ちょっとこの食材を離れても OK で。なんだ、季節ごとか、なんだろう。まあ、結構自分の趣味に関連することだと、サッカーのシーズンが始まるとかっていうのに合わせてなんか自分も気持ちが盛り上がっていくみたいなやつはあるなっていうの、あと自分もフットサルやってるから、その大会が来ると、ああもう1年経ったんだって思うみたいな自分の趣味とかスポーツ関係でかな、多いのは。確かにスポーツはあるよね。例えば甲子園とか。ああそうだね、確かにそれもそうだね。あとは俺は結構陸上が好きだったりするから、なんか駅伝シーズンにもう入ってるとか、はい、でマラソンぐらいが終わって、あじゃあ 今シーズンもう一通り終わりかってなるのがなんか2月3月ぐらいですみたいな話とかってあるな。確かに、うん、じゃあスポーツはあんまりわからないけども、音楽だと演奏会のシーズンで、今ぐらいだとだんだんとベートーベンの9番を演奏する演奏会が増えてきて、新年になるとエルガーとか演奏する人たちが増えてきてみたいな、なんかそういうのはあるけど、ああなんかそろそろ大工の季節かとか、ある演奏する季節かとか。大工の季節っていうおしゃれなこと言いたい大工の季節年末は大工の季節ってなんか確かに感じるな。まあなんかこれ日本特有らしいけどね、あんまりそのドイツとかアメリカとかで年末だからって大工をバンバンやるわけじゃないっぽいけど、むしろなんかそれこそエルガーの威風堂々とかニューイヤーコンサートでよく弾いて弾かれてる印象がある。イギリスとかドイツとかの映像見てると、この曲が弾かれるとこの季節みたいなのはちょこっとあったりする。あんまりスポーツだと明確ではない。音楽でいうと、あと夏フェスとか、あの年末フェスとか結構好きで行くんだけど、最近フェスもなんかどんどん増えていってて、結構年中やってるから、だんだん季節感がなくなってきちゃったかなって。冷凍技術の話じゃないけど。それで言うとなんか、あれだったな、コロナが起きるまでは、夏の最後はウルトラジャパンって感じだったんで。うん。ウルトラジャパンは今年やってたけど、ちょっと行けなかったな。なるほど。じゃあ、最後に、ちょっとだけ、旬あてクイズをしましょうか。お、いいね。適当に、俺が、見つけたサイトに載ってる旬の中から適当にクイズを出します。はい、はい、じゃあ4択か5択ぐらいにしようか。次の中から12月が旬じゃないものを挙げてください。はい、1ごぼう、2長ネギ、3キウイ、4インゲン。選択肢、なるほど、難しいな。難しいな。ごぼう、長ネギ、キウイ、インゲン。キウイ難しいな、考え方が分からない。いやこういうの見るとキウイは12月が旬なんだろうなキウイって奇抜なのが入ってる場合って大体それは逆を、まあ、キウイの旬はニュージーランドの旬で合ってるのか。だから逆なんじゃない、ね、季節が真逆なんじゃない。国産キウイ。国産キウイ。国産キウイ。結構それでガラッと変わる。どうか。うちの畑でインゲンを冬に取った記憶があんまないんだよな。強いな。インゲンって確かにトマトとかと一緒に調理されてるイメージもちょっとあるから、夏系なのか。そんなことない。ごぼうとかも年中見るからわかんない。これどうやって答えていたらいいか。まあ、とりあえず、そしたらインゲンかな。なんか、うちの実家の畑でインゲン豆を冬に見た記憶があんまりない。夏とか。俺は長ネギでいこうかな。じゃあ、ごぼうでいきます。自分はインゲンで。はい。では、正解は、インゲン。イェーイ。おー。やっぱ農家つえ。インゲンの旬は6月から9月。うん。うん。あっとく。ごぼうはなんかちょこちょこあって、1、2月、4、5月、あ、じゃあ11月から2月と4、5月。へえー。4、5月は新ごぼうで香り重視。
うん、長ネギは11月から2月、うん、これは畑を注意深く見とけばなんか土に埋まってるものは冬寒いところでも美味しく育つかなっていう印象って、インゲンってね、うん、上だもんね、土より、うん、なるほど。だから12月はきつい気がする。確かに。でキウイはちょっと分かんないです国産は冬から春。最近スーパーで見るな、最近うちキウイたくさん食べる。そういえば沖縄とかじゃなくて普通に本土で作ってるの、本島の方で作ってるの。俺なんか義理の実家がキウイになってて、それ今家にいっぱいあるかな。ニュージーランド産は春から初からし。じゃあ次は魚系でいきますか。おーし、魚系で、じゃあ12月が、旬じゃないやつね。じゃないやつ当てる。じゃあ旬のやつ当てよう。OK。1、カレー。2、カワハギ。3、ヒラメ。4、ワカサギ。はい。いい感じだ。食べたいってこと？いや、違う。2、3、4はなんかよく冬に釣りに行くイメージがあるなと思って。ワカサギ釣りとかもあるもんね。彼はなんかこの時期卵を持ってた気がするから違う気がするんだよな。これね、あのね、際どいチョイスをしてるので、補足をしてると、12月じゃないけど1月は旬ですみたいなやつがいますっていう話と、あともう一つ、旬が幅広くてほぼ一年中出回るってやつも入ってます。はいはい、なるほど。自分がカレーの釣りは行ったことがあって、なんかすごい寒い時期じゃなかった印象があるから、カレーは違う気はするんだよな。カレー、それ以外カレーを釣りに行くことあるんだ。うん、だから海釣りでカレー釣りに行って、うん、小学校の時とかだいぶ前だけど、釣り好きで釣り連れて行くともある。さあどうでしょう。決めた。決めた俺も、うん、決めた。はい、では伊達ちゃん。カワハギ。カワハギ。じゃあ、クマ。カワハギ。じゃあ、サイ君。カワハギ。いや、ナマス。じゃあ、ワカサギ。お、一人が寿司に行って。行ったね。三人がカワハギ。正解は、ああ全員正解。なら、ヒラメ？ヒラメ。ヒラメが11月から2月が旬ですね。ワカサギは1から3。あ、うん、で、カレーはサイ君が一切通りで、まあでも夏ってあったかいって、これなんか年中出回るのがカレー。カワハギは夏だね、6から8。カワハギ夏なの？夏の時期だな。カワハギ結構秋口ぐらいになんか食べに行った気があったんだけど、夏らしいです。はい、なるほど。じゃあちょっとみんな外れたからもう一問やろうか。 OK、 来い。じゃあ海産物系でいきましょう。どうしようかな。じゃあちょっとまず今から言うやつの中で一番旬が長いというか、お、割と一年中美味しく食べられる期間が長いやつを選んでください。はいはいはい。1、アオリイカ。2、クルマエビ。3、ケガニ。4、マダコ。全部季節性ありそう。さあ、最後誰か当ててくれ。よし、4人で1個ずつよ。わかんないな、これ。決めた。はい、じゃあ、このクマから。これはね、車エビです。おお、では、伊達ちゃん。タコか。タコ。おい。卵持つ影響が一番少なそうな気がする。サイ君。アオリイカ。アオリイカ。じゃあ、長松。このアオリイカです。おお。やばいぞ。これは正解出るでしょ。正解出る？ 4 分の3散れました、ね。じゃあ、正解は、ドゥルルルッテン、ケガニでした。おい全員正解。あ、みんなちょっと旬を感じれてないな。
ウイスキーの勉強する前にちゃんとこういう旬を見て アオリイカが5月から8月、まあ地域で諸説あるらしいが、まあでもあれだな、これだな、基本通年っても書いてあるな、ちょっとあれだな。車エビは6月から9月、うん、で毛ガニは2月3月以外、季節により北海道の各地を移動、4、5月のオホーツク産が特によし。で、最後、マダコは4から8、あ、ごめん、これもなんか明確な旬はなし、基本通年って微妙に書いてある。じゃあ、クマハラだけ間違いだ。なんだよ、それ。うん、そういうことかもしれない。じゃあ、正解者が出たので、今週はここまでに、まあ、皆さん、旬を感じて生活できるようになりましょう。はい、はい、今週は以上です。ありがとうございました。ちょっとありがとうございました。